通告により私の一般質問をさせていただきます。一項目目、歯周病が進行すると歯を失うだけでなく認知症を発症するなど病気の発生リスクを高めると言われていることから、次の2点について質問いたします。1点目、乳幼児・児童生徒は検診や学校において歯の大切さについて学習を進めていると思いますが、乳幼児期から関わる親の意識がより大切であると考えます。親のための歯科口腔保険に関する学習会など行われているのか伺います。2点目、国は40代から70代対象の定期的な歯周疾患検診を推奨しており、県内でも多くの市町村が実施しています。歯の健康は快適な生活を送る柱となることから、町は75歳以上の高齢者も含めて実施する考えはないか伺います。町長。それでは千葉裕子議員の質問にお答えを申し上げます。歯科口腔保険事業について2点のご質問でございます。はじめに1点目の親のための歯科口腔保険に関する学習会についてでありますが、乳幼児期の歯科口腔保険事業といたしましては、生後4ヶ月から10ヶ月頃の乳児とその保護者を対象としたすくすく親子ふれあい教室で口腔衛生講話などの歯科保険指導を行っております。また1歳6ヶ月時検診や2歳児歯科検診、3歳児検診での歯科健康審査と合わせて保護者への仕上げ磨き指導や食生活に関する指導などの保険指導を行っており、3歳児検診までの間、乳幼児とその保護者に対して年1回の歯科口腔保険に関する指導を実施しております。このほか町内4カ所の保育施設において3歳から5歳児を対象とした栄養士による食育教室を実施するとともに、保護者への虫歯予防啓発リーフレットを配布しているところであります。次に2点目の歯周疾患検診についてでありますが、歯周疾患は日本人の歯および口腔の主要な疾患となっており、全身疾患や生活習慣との関係も指摘されていることから、歯周疾患対策の推進が求められております。生涯を通じて歯および口腔の健康を保つためにも、歯周疾患検診により歯および口腔の健康状態と生活習慣や全身疾患の状況を踏まえた歯科口腔保険指導を実施し、日常的に自らが予防に努めていただけるよう体制を整備する必要があるものと考えております。国では今年6月16日に閣議決定をした骨太の方針2023において、生涯を通じた歯科検診、いわゆる国民皆歯科検診に向けた取り組みの推進を明記しており、町といたしましても他の自治体の実施例などを調査するとともに、実施にあたっての課題を整理するなど検討してまいりたいと考えているところであります。千葉君。はい、ただいまの答弁で詳しくご答弁いただきました。3歳までとが保健師さんの方でしっかりとやられているということで、3歳から5歳まで栄養士さんが食育も行って保育施設で行ってくれているということは、とてもいいことだなと思います。1点目についてちょっとお聞きしたいんですが、離乳食指導の時などの頃合いを見て、乳幼児の唾液を取って
虫歯リスクについて の指導など効果的かと考えます。ちょっとそういう保護者の方の声を聞いてます。でそれは保護者の知識と歯の健康についての意識向上にもつながると考えますが、その唾液を取って虫歯リスクの指導など実施はあるのでしょうか。なければ今後について取り組むことはいかがでしょうか。健康推進課長。千葉議員のご質問に、お答えいたします。唾液検査の実施についての考えということでございますが、保護者の口の中に、虫歯菌がある場合、スプーンの強要などで、虫歯菌が伝播いたしまして、その後、子どもの噛み食品の、摂取状況であるとか、歯磨きや、仕上げ磨きによる、口腔の清掃状況等の要因によりまして、虫歯を発症すると言われているところでございます。このため、保護者に対しましては、子どもの健診時におきまして、虫歯の成り立ちについての知識の普及であるとか、仕上げ磨きの実技指導のほか、スプーンの強要を避けることなどを指導しているところでございます。保護者の唾液で虫歯菌の有無を調べることにつきましては、以前、都庁でも実施したことがございますが、昔に比べて口腔衛生状態が改善されてきているということなどもございまして、現在は行っておりません。今後の実施にあたりましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点なども踏まえまして、慎重に検討が必要になるものというふうに考えているところでございます。以上でございます。千葉君。はい、以前は行っていたが、これから少し考えてみださる、見てくださるということで、先般も新聞紙上や報道で、コロナ禍もあってか子どもの虫歯が増えているとありました。小さい時からの教育習慣、親の意識が最も大切だと思いますので、さらなるその意識づけの機会を設けていただきたいと思います。2点目の歯周病検診について再質問いたします。2023年の国民皆歯検に向けて、健康増進事業として、行う用意があるということでしたが、日本政府はその国民皆歯科検診制度を2025年の導入に向けています。でそこを今行って、他の市町村で行っているのは40代、50代、60代で、東庁の方も、その国の健康増進事業に合わせて行うかと思うんですが、学校歯科検診後の20代、30代の検診も大切であると考えることから、国からのタイミングを待つのでなく、町独自での取り組みのお考えはないんでしょうか。ちなみに隣町ではですね、平成28年9月に歯科口腔保険事業の条例を制定して、町独自での予算計上で事業を進めている自治体、町もあります。でまた全国の中にはですね、この40代、50代、60代の10年サイクルでなく5年サイクルで自治体独自で行っているところもあります。それから75歳以上のちょっと、答弁はお聞きしませんでしたが、この75歳になった方のこの歯周疾患検診ですか、これは私の認識が間違っていなければ、後期高齢者広域組合の事業として町の持ち出しがなく、この歯周疾患検診という事業を行っている町があります。その事業を行っても、受診率は低いそうなんですが、その意識づけには大変役立っているということです。20代30代のことをどう考えているのか、75歳の方のその検診をどう考えているか伺います。健康推進課長。
歯周疾患検診に関する、対象年齢の考え方、町独自の考え方はあるかというような、ご質問でございますけれども、当庁で実施をするという場合におきましては、青森県健康増進、健康増進保険事業費補助金の、交付要項の方に、定められている対象年齢に、合わせることを想定してございます。現行におきましては40歳、50歳、60歳、70歳となりますが、千葉議員が申しました通り、それは年齢、対象年齢を拡充するという情報もございますので、今後も国や県の動向を注視してまいりたいというふうに考えているところでございます。また、75歳以上が加入する、後期高齢者医療保険加入者につきましても、こちらも都庁で実施する際には、全員を対象に実施したいというふうに考えているところでございます。なお、補助率につきましては、年齢関係なく、基本的にはおおむね3分の2の補助金というところになってございます。以上でございます。千葉君。はい、さまざまいい方向で考えてくださるということで、ぜひお願いいたします。で、この班についてのちょっと終わりにですね、提案になると思いますが、転勤族からの三戸に定住したお母さんからの声です。3人の子どもの一番上の子が住んでいた自治体で、虫歯のない歯の健康に対し子どもが直接褒められ、その子は兄弟の中で歯への健康意識が抜群に高いそうです。小さい時の意識づけがとても大切と感じたそうです。当庁の広報にも虫歯のない子と紹介されていますが、子どもに届く小さな表彰状など、賞賛の取り組みなど考えていただけたらと思います。